right, friends, we're moving on over to our interview with DOSBox Falco and Aquas for the Ghouls and Ghosts run. Hey guys, we are here in the midst of the Genesis block, and right here with me are Aquas and DOSBox Falco, who are going to be running Ghouls and Ghosts. はい、お待たせしました。今回の開催地ですが、少々お待ちください。そうですね、今回は、アメリカのフロリダ州オーランドにある、ダブルツリーバイヒルトンホテルという場所にて行われています、まあね、毎回どんどん会場が大きくなっていますが、で、まあ、今回、まあ、GDQ では、毎度チャリティーイベントということでね、この寄付で集まった、今だと右下に表示されています、60万ドルほどですが、の、まあ、全額寄付、集まった寄付の、ね、全額を、まあ、毎回指定された慈善団体に全額寄付していまして、まあ、今回の寄付対象は、プリベントキャンサーファウンデーションというね、アメリカに本拠地を置く、がんの早期発見と予防を推進する慈善団体が対象となっております。でまあね、日本から寄付に、ね、参加するっていう、直接送金して寄付というのがね、なかなか難しいんですが、まあ、日本は法律的な問題がありまして、まあ日本だからこのイベントの日本の視聴者の皆さんがね、このイベントに寄付をする方法がいくつかありまして、はい、日本の奏者はね、2人ですね、今回、ロックマン、明日ぐらいかな、明日じゃない。今日ですね、今日の昼ごろから走るロックマン4、5、6のリレーに、日本から2名ほど走者が参加しています。それと、そうですね、昨日の明け方の朝の忍者龍剣伝2もそうですね、ロックマン4、5、6を走る2人のうちの1人が、走っていました。日本人走者の方が、GDQ で走るというのは割と久しぶりですね。大体2年、ほぼ2年ぶりか1年半ぶりぐらいかと思います。久々なので、まあ、皆さん応援していただければと思います。はい。で、まあ話は戻りまして、日本からの寄付ですが、まあ一番手っ取り早い方法がですね、こちらですね。まあ、このリストリームを毎度見ておられる方でしたら、まあ、ご存知かと思いますが、イエティというこの T シャツの販売サイトがありまして、まあ、こちらでね、T シャツを買っていただければ、購入金額の、あれ、表示されていない。だいたいね、T シャツ1枚につき5ドルほどのね、金額が、この GDQ への寄付の対象となります。のでね、買った瞬間にこの右下の数字に加算されるわけではないんですが、おそらく最終日にこの販売しているイエティからまとめて金額が加算されますので、まあ、最終日ね、イベント終了近くにドーンと一気に数字が跳ね上がって、まあ、その中に自分が買った T シャツの分の5ドルも含まれているという形になるかと思います。でまあ、この T シャツを購入する際のご注意ですが、ちょっとね、これのサイズがアメリカンサイズが基準になっておりまして、日本人の、そうですね、日本で売られている T シャツよりはだいぶサイズが大きめになっております。まあ、ですのでね、日本の、サイズよりワンサイズ小さいものを選んでいただく。だから日本で普段 L サイズの、ね、T シャツを着ておられる方は、このイエティでは M サイズを買って、まあ、日本で M サイズの T シャツを普段着ておられる方は、このイエティでは S サイズを購入していただくという感じで、ちょうどいいサイズになるかと思います。あと注意点がもう一つありまして、このね、イエティの発送がね、結構ね、遅めになっておりまして、まあ、大体このイベントの終わりから、1ヶ月かね、2ヶ月ぐらい経ってから届きます。でまあ、今回の場合は、多分公式でアナウンスされているようで、大体3月以降の到着になりますので、まあ、イベントが終わった頃にね、忘れた頃にね、T シャツがいきなり届くという感じになります。なのでね、まあ、気長に待っていただければという感じですね。あと、それと、このね、ジャパニーズリストリーム の, 映像が映ってる画面の下の方にスクロールしていただければ、リンクが見つかると思うんですが、
こちらですね、イエティとは別に、この日本でもね、最近では販売サイトがあったりしますけど、ファンゲーマーというね、ゲームのいろんなゲームのグッズを販売しているサイトがありまして、まあ、こちらでもね、購入金額のいくつか、まあ、この、リンク先のアイテム、商品のね、画像の上に、購入金額のうちの何ドルが、この寄付額になるかが明記されていますが、まあ、こちらのサイトではね、T シャツ以外のね、まあ、衣服とかにも限らず、いろんなピンバッジとかね、なんかよくわかんないファミコンの NES、海外版のファミコン NES の、カートリ、空のカートリッジとかね、書籍とかね、いろんなアイテム取り揃えておりますので、まあね、まあ、T シャツは別にいらんわという方とか、まあ、もうなんか GDQ 何度も見ているので、もう T シャツはいいかなって思った人とかは、まあ、こちらのファンゲーマーでね、ちょっと T シャツ以外のグッズとかを物色して購入していただいてもなかなか楽しいかと思います。そうですね、プレイオーダー予約ですかね、これは。プリオーダーアイテムという書かれている T シャツがその対象となっておりますが。あ、てかプリオーダーは、まあ、だから今回のイベント用に作られた T シャツで、今から、まあ、イベントの後に順次発送していくというタイプかなと思いますが。そうですね、ハイプのピンバッジとかいいですよね。Super cool. Again, head over to the tracker, $10 minimum donation to see that. For $15, we have some Dragon Quest posters from Meridia. They are amazing. One is pure metal slimes, the other is just regular slimes. 今年はファンゲーマーのアイテムそこまで多くないですね。なんか去年のイベントとかもっといろいろ出ていることもあったんですが。Actually have some signed collections of collection of mana.あとは T シャツ、今回は T シャツはないですかね、セイブアニマル的なやつ、あれは T シャツじゃないか。ちょっと GDQ に、違う、イエティにはそれはないんですが、ファンゲーマーのね、なんかこのアニマル系キーチェーンでね、今回もラストは、メトロイド、スーパーメトロイドのハックロムを走るんですが、それでまあね、寄付でね、ビットボーっていうね、ドネートで、エンディングでね、サムスの師匠であるね、動物たちをね、助けるか殺すかというのがね、毎回寄付の総額でどっちに選択を選ぶかをね、競うという、まあ、GDQ 恒例イベントがありまして、まあ、それでね、それにちなんだ、Save or Kill the Animals のキーチェーン、裏表だと、かな、2つセットかな、まあ、ちょっとそういうグッズとかも、ファンゲーマーの方で販売しています。あ、これは2つセットですね。はい。そんな感じ。こちらのアイテムとなっております。まあ、そんな感じで、まあ、こういう T シャツ以外にもいろんなアイテムで、うん、寄付に参加することができますので、まあね、お金に余裕のある方で、まあね、まあ、ぜひ、まあ、グッズ自体の質もすごく良くて、まあ、ゲームにちなんだいいね。そのゲームへの愛にあふれたグッズとかが毎回制作されていますので、まあ1個ぐらい買っていただいてもいいかなと思います。ゲーム画面映りましたね。で、まあ次のタイトルが、国内版、日本でのタイトルがね、クジャク王2ですね。クジャク王2、幻影城というゲームでして、これが海外版ではちょっとグラフィック等の差し替えがあるとのことで、どうもクジャク王というキャラゲーで、漫画原作ですかね、の作品ではないかもしれないですね。海外タイトルが、ミスティックディフェンダーというね、タイトルになっています。Bunch of Sega runners just speedrun any obscure game just to have something on the boards or whatever, like kind of like a recce event, you know. We just. で、こちらのタイトルが発売が1989年の11月ですので、メガドライブ本体が発売されたほぼ1年後ぐらいですね。かなり初期の作品になるかと思います。クジャクは英語でピーコックですよね。特に関係ないタイトルとなっております。ちなみに日本の国内版タイトルのクジャク王2幻影城ですが、これはね、ゲームの2作目ではないそうで、まあ、漫画原作の作品だそうならしいんですが、
まあ、このクジャク王2陣営城というのは、どうやら始まりますね。はい、グッドラック。あ、どうやらね、あのアニメの OVA 版のタイトルがクジャク王2だそうで、OVA のクジャク王2のゲーム化という形になっているそうです。なので、ゲームとしては普通に1作目になります。はい、そうですね、コナミのあの、ファミコンのゲームのキングコング2とかも映画の2作目のゲーム化なので、ゲームとしては1作目からキングコング2とか、一面クリアしましたね、早い。あ、クジャク王の原作者の方が去年、惜しくも亡くなられたそうです。そして、オギのシーン、あ、確かその方ですかね。オギの誠さんの漫画だそうです。で、まあ、開発は、セガの第二研究開発部となってますので、まあ、メガドライブを作っているセガの金星の、アクションゲームとありますね。そうですね、割とダークな感じの、ダークかつ和風の世界観ですよね。当時の和風電気物みたいな感じで、割とこういう80年代後期から90年代にかけては、こういった世界観の作品が多かったとよく聞いていますが、そのちょっと、まあ、メガドライブ初期ということもあって、グラフィックとかはやや荒い部分もあるのかなと思いますが、なかなか綺麗に書き込まれて、いきなり露骨なエイリアンが出てきてますね。だ和風とか言ったそばからですけど。そうですね。で、ちょっとウィキペディアでググってきたの、検索しただけなので、ちょっと正確な情報はわからないんですが、グラフィック周りね、美術面のスタッフの一番上に書かれているのが、あの小玉理恵子と言いまして、こちらセガのね、この時代のセガのクリエイターとしてかなり有名な方ですね。いろいろ、ファンタシースターシリーズとかね、そうそうそう、前回ぐらいかな、なんか GDQ でファンタシースター1作目と4作目を走っていましたが、まあ、そのファンタシースターシリーズとか、あと、これもまた GDQ で見て、走ったことのあるタイトルの、マイケル・ジャクソン・ズ・ムーンウォーカーとかね、いろんなセガの代表的なゲーム、メガドライブの代表的なゲームのグラフィックを手掛けられた方が関わっているそうです。そうですね。まあ、セガファンの方ならば、小玉さんといえば、語るまでもないといったレベルで有名な方だと思いますが。なかなか独特な世界観です。あ、なるほど、割と原作準拠だそうで、あの先ほどエイリアンとかが出てきたのもですよね。主人公どうなんですかね。なんかこれは海外版のミスティックディフェンダーなので。国内版とは別物かもしれないですが、一応日本語版のストーリーを読み上げさせていただきますと、現代に復活した第六天魔王織田信長はケルビム、天使ですかね、ケルビムを復活させ、この世の終末を目論む。その上、クジャクの仲間であるアシュラも拉致されてしまい、生贄となろうとしている。クジャクは信長の野望を阻止するため旅立ったとなってます。なんかシンプルですね。はい。まあなんか適当に魔王信長を倒せみたいな話です。みたいですね。なんかちょっとパッとしないボスですね、こいつ。気持ち悪いですけど。まあね、魔王といえば信長みたいなところはありますよね、日本だと。より魔王、信長以外の魔王が日本ではあまり聞かないですね。まあ、史実の信長とは、まあ、関連性は不明ですが、そうですね、ナチス、確かに。すごくなんか敵キャラが悪の秘密結社っぽい感じですけど。そうですね、これぐらいね、メジャーな魔王だとね、あのご存知フリー素材の定番であるイラスト屋にもね、
第六天魔王のイラストですとか言ってね、素材が用意されていても別におかしくはないかなと思いますが、そうですね、ネズミ男ですよね、ゲゲゲの鬼太郎の。あ、そうですよね、第六天魔王は本人が自称されてたんでしたっけ。そうですね、第六天魔王は天魔王ですよね、魔王じゃないような気がしますけど、でもなんかもう基本的に現代では魔王という扱いですよね、信長は。なんかもう適当っていう。おボスがなんか雲が重なっていきますね、変形する、やっぱ変形しましたね。変形したらしょぼくなってないですか、デザインが。変形というか合体ですね。なんですかねこれ、獣王記とかにもね、セガ初期のメガドライブ初期のタイトルの獣王記にもこんなやついたような気がしますが、言っちゃ悪いですが、なんかいかにも初期のメガドライブといったような感じの、なんか何とも言えない空気が漂っている作品ですね。死にましたね、これ。え、あ、その場復活のゲームなので死にながらゴリ押しで進めばええやろという流れっぽいですね。この頃のセガのゲーム、大体なんかやたら難しいっていうか理にかなった難しさじゃなくて、なんかかなり雑に難しいゲーム多いような印象がありますが、あ、先ほどの雲タワーの上に人が乗って、なんか何ですかね、雲マンですかね、雲タワーマンみたいな感じになりましたね。戦術的にあんまり変わらないボスでしたが、またエイリアンステージになりましたね。てかこれさっきの色違いで使い回しっぽいですが、ちょっとビジュアル的にそうですね、同じセガの RPG のファンタシースターとかに通じるものがあるようなないようなみたいな感じもしますが、これはゲームのクジャク、あ、原作漫画のクジャクを準拠なんでしょうか。なんか別にファンタジースターで言えばダークファルスがいるところですとか説明してもバレないかなといった感じの造形ですけど、うん、そうですね、映画のエイリアンとかでギーガー氏でしたっけ、なんかデザイン、そういうデザインが流行ってた頃ですよね。あと原作の漫画もかなりグロいとのことで、まあ、雰囲気的には原作からそう遠くはないゲームということになるんでしょうか。あ、なるほど、ジャンプがかなりシビアなゲームだそうで、この頃のセガのゲーム大体そうですよね、よくわかんないとこでなんかとりあえずシビアにしとけみたいな部分、バランスが多かったかと思いますが、あ、メカが出てきましたね急に。そうですね、なんか原作準拠なのか原作と関係ないのかがなんかパッと見て判断がつかない感じがしますね。なんか割と音楽が今かっこいいステージっぽいですが、めちゃくちゃメカですね。あ、なんか メカまたなんかエイリアンっぽくなりましたね。どうですかね、ちょっと名作なのか改作というか微妙なゲームなのか、見た目ではちょっと判断がつかないですが、ただグラフィック的には分かる人が見れば、当時のセガのあの辺りの開発スタッフっていうのはすぐに分かるような造形なんじゃないかなっていう印象ですね。ああ、ネス版ストライダー飛竜、あ、ファミコン版です。あの海外の日本未発売の、ファミコンネス版ストライダー飛竜はですね、もう2年ぐらい前ですかね、だいぶ前の GDQ で、何かね、その、ストライダー飛竜のなんかトップクラスの奏者の方が、なんか別のゲームの RTA 奏者にね、そのストライダー飛竜のね、RTA をね、現地でね、レクチャーして、その場で実践してもらうというね、ちょっと面白い企画をやったことがありましたね。多分リストリームの録画とかが残っているので調べていただければと思います。あ、今のが信長だったんですか。あ、なるほど。
で、なるほど、原作のクジャク王は、仏法やら妖怪やら西洋系いろいろ混じって出てくる、普通になんか人が死にまくる。で、あ、そうですね、なんかよくあるフレーズ、臨氷当社怪人列在前ですよね。あれを、あの文句を広めたのがこのクジャク王という漫画だそうで、まあ、だから後世への影響がかなり大きい漫画ということですかね。あ、終わり、あ、終わりましたね。はい、GG。ちょっとなんか全裸の女性が出てきましたが、まあ、深夜だから大丈夫ですかね、これは。はい、あ、なんかこれ何ですかね、なんか敵の本拠地なのか、安土城ということにしていいのかな。ちょっと危なそうですが、はい、まあ、敵の本拠地も崩れてめでたしめでたし。さっきのね、スーパーシノビ2のエンディングの崖と合わせると、うん、NKT で成立しそうです、ね、あ、あれがさらわれたアシュラ、ヒロインですかね、まあ、無難に。多分そんな感じなのかと思いますが、ちょっと原作漫画をよく知りませんので。まあ、いかにもメガドライブと言わんばかりの、ね、メガドライブ初期のアクションゲームでしたね。はい、あ、これは琵琶湖説ありますね。安土城とか、あ、これが、あ、主人公のクジャクと、左根のがヒロインのアシュラちゃんになるんですかね。ちょっと全然わかんないんですけど。はい、というわけで以上、クジャク王2幻影城でした、はい。そうですね、まあ、ケンシロウっぽかったですね。まあ、そんなわけで、まだまだ、メガドライブゾーンが続くんですが、まあ、次のタイトルはね、今度こそ解説の方に来ていただいておりますので、こんなグダグダなトークにはならないと思いますので、ご安心ください。で、まあ、ここで、司会進行の担当も交代しますので、私はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。あ、というわけで、まあね、次のタイトルまで少々お待ちくださいませ。それでは失礼いたします。